耳。猫が寝ております。めっちゃ動く、めっちゃ動くね。ミミがいます。質問してください。ミミちゃんに寝てる答えてくれるそうですよ。にゃん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 、こんにちは。ちょっとこの配信短くなっちゃうんですけど、皆さん最後まで見てくださると嬉しいです。お願いします。可愛いよね。昨日私ミミちゃんとね戦ってたからね、一日うちで夜ね、ここにずっと寝てるんです、うちの猫は。でもここに寝かせておくと起きた時に、まあ、閉じ込めちゃってたりとかいたずらしちゃったりとかするから、私たち夜みんな寝る時はこの部屋にはちょっとごめんねって言っていつもこの部屋をピュッて出すんです。そうそうそうなんだよ。でも昨日本当に出てこなくて、本当に出てこなかったの。もうまずびっくりするぐらい本当にここから出なくてさ、ずっとミミと夜中のね、どれぐらいあったっけ、ミミ20ぐらい、20前ぐらいかにミミとめっちゃ戦ってめっちゃ鼻水できた。2時ぐらいずっとミミとで、ね、ミミ出てって言ってずっと戦ってたんですけど、頑固なミミちゃんはなかなか出てくれなくてですね、でも大変だったんです。よいしょ。寝顔寒いか、まあ、この辺暖かいのかな、どうなんだろう。あ、みそもさん、おはようございます。ブブ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 。にゃんこが動かないんです。めっちゃ寝てる。嫌だろうな、こうやって私がおい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 とか言ってるの多分嫌なんだろうな。いいですね、私もちょっと寝てみ、寝て寝てぐっすり寝て、よくこの耳の隣で私も寝てたりしてたんですよ前は。そうだよ。めっちゃ鼻水出る、どうしよう。なんかショールーム始めると鼻水出る。喋るからなのかな。助けて助けて鼻水。バチュールを食べてたのね、さっきね、みーちゃん。チュール、チュール、チャウ。
チュールチュールチュールチャウチュールチュールチュールチャウチュール。起きない。2年生ラリーヌだ。ヤッホー。チュールチュールチャウチュール、チュールチュールチャウチュール、チュールチュールチャウチュール。起きない。バナナウバナナウバ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 ウ。なんか聞いてそう。ね、寝てるよね。寝てるね。本当に嫌だよな。俺のミミちゃん。ドゥン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 。ミミ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 。オレのミミ、ドゥン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 。バハオバハオバハオバラバラバッパッポー。起きない。全然起きないや。やめようかな。ちょっと動いたよ。うるさい？うるさいんかな。こんなことしてから嫌われる。いやだ。でも声がでかいみたい。私はちょっとだけ起きて。先起きてる。手が動いてる。なんかめっちゃ 毛がいっぱいわわ。ミミちゃんね。ミミちゃん一回さ、私が真っ暗闇でミミちゃんが歩いてたの気づかなくて尻尾を踏んじゃったことがあった。ミミすごい怒っててさ、バーって言ってごめんなさいって言って、足元見たら尻尾残ってたんよ。やばい、尻尾ちぎれたと思ったら毛だった。大丈夫だったかな。あの時本当に悲しかったの。ミミちゃんごめんってすごい思った。ごめんな。その時本当に泣きながらミミに謝りに行ったのを覚えています。本当に尻尾を取れちゃったかと思っちゃったんだ。あとは私が一生懸命練習していたピアノの楽譜に毎回おしっこするのをやめてほしかった。そうだよ、毎回だよ。私がこの楽譜頑張ろうってなると、あなたはその楽譜におしっこをするのは何だったんだい。あれは何だったんだい。毎回やってましたね、あなたは。しかも私の楽譜だけ。そうそうなんで、それでさ、耳がおしっこしちゃったからさ、ラップつけてあのコピーしてって言ってたよ、君。だから今一つも楽譜が残ってないよね、私の家には。それは君のせいだよ。初めのピアノが聴きたくなかった。そうなん、耳そうなの。なんてことを言うんだい、君は。と目がかゆかった。これも鼻かゆい。ミミとの思い出。ミミはよくモモにいじめられてましたね。ばあちゃんがいつも寝てるベッドの上はいつもモモに占領されて、ミミはいつも寝ると心がなくて、初期は困ってましたね。ここの部屋に住みたての時は
ミミちゃんは居場所がなくてよく泣いてましたね。ギャーギャーって。あなたにここという素敵なソファーができてよかったです。なかなかしゃはななかなか私に懐いてくれませんけども、あなたが気持ちよさそうに寝てるのを見ると私は嬉しいです。モモの方が強いのかな。猫的には、ね、ミミちゃんの方が年上なんで、でもそう割とモモが強い。でモモは人間がすごい苦手だからね、悔しいのかもしれないね。耳がこうね、私たちにネコネコされるのが、わかんないけど。こないだおじいちゃんの部屋に入ったらじいちゃんが猫まみれになってましたね。猫の周りにじいちゃんが座ってるって感じだったね。あれ私もやりたいんですけど、どうやってやってくれますかね。ちょっと来て。あなたはこの間姉ちゃんに外に散歩に出されてましたね。あれはどういう気持ちでしたか。首輪にリードをつけられて外に出されてましたね。動いた。私は仕事していたので写真だけ送られてきたのを覚えています。あなたはちゃんと歩いたんですか。外の世界はどうでしたか。昔はばあちゃんが猫を絶対に外に出したくなかった人だから、よく玄関の窓が開いた隙に外に脱走してましたね。ミミちゃんは割とすぐ帰ってくるんだけど、モモが一回脱走した時は本当に大変だったね。左斜め前の家のベランダの下に潜ってもう一生出てこないんじゃないかって思ったよね。あとはモモがじいちゃんとママと挟み撃ちにしてやっとのことで捕まえて家にも手ができたね。あなたは外にいた時に何かを見たんですか。あとあなたはよくトイレの窓から外眺めてましたね、一時期。あれはトイレの窓側にある家、そこの窓からベランダ、その後ろの家のベランダが見えるんだよね。なんかそのベランダでいつも男の子が一人で遊んでたんだよね。それをずっと耳は見てたの。でもその男の子が大きくなっちゃってから外で遊ばなくなってから耳はもう見なくなったんだから、やっぱ男の子を見てたのかなってすごい思ってます。うん、そうだよね、友達だったのかな。なんかよく猫が猫だとかよく聞こえてくる、そう裏のベランダから。それがあやも顔出したらあやだって言われるかなと思ってこうやって見てたんだけど、私が見てちゃダメだったけど、猫ちゃんよく見てましたね。あの男の子今何してるんだろうね。私その男の子と実は一回も喋ったことなかったんだけどさ、あなたは友達だったのかなって思ったよ。うん、みーちゃん、あっちの家がいい。めっちゃ面白い。やだ、なんでそういうこと言うの。あっちの家がいいの。やばいね、面白いわ。よく窓から眺めてたんだけど、最近もう窓すら登らなくなったね。
それは年なのかなって思ったり、私よりも年上の猫ミミちゃんはどこか体痛いところはないですか？しんどいところはないんですか？私は割とそれが心配です。君の体調が心配です。あまりにも元気に見えるから本当に私よりも年上なのか疑っております。猫にしてはすごく長生きだと思うんだけど、なんで咳とかあんま咳とかもしないし、ご飯もよく食べるし、よく走り回ってますね。でも昔に比べてめちゃくちゃ寝る時間が増えましたね。あなたはトータルで5時間ぐらいしか起きてないんじゃないですか？それはやっぱ年ですかね。とても不安です。本当にちっちゃい頃から大きい頃までずっと梶島家ですけど、君はほぼずっと梶島家ですけども、君は楽しく生きていけてたらいいねって思うよ。長生きしてくださいね。君はまだまだいけるさ。寝ております。結局梶島のなんか猫のあの何ヒゲが私の鼻の穴に入ってるように見えるの見て、たまに遊んでほしいな。そうか、じゃあね、ミミちゃん。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。私の鼻の後にヒゲが入っております。今日、遠近法だけどね。また、今日ね、配信できるかもしれないので、よかったら、私のお気に入り登録をしといていただけると嬉しいです。行ってきます。お茶配食せーの。以上です。ミミちゃんでした。バイバイ。